常西に口用水は、富山県富山市を流れる、用水路。上岸寺川砂岩を並走する。農業用水のほか発電用や富山市の水道水源として利用されている。疎水百選に選定されている。上岸寺川の氾濫抑よと富山平野での農業、進行用の灌溉用水として、ヨハニスで、霊家の指導により1893年に、完成した。 延長1 3トル、灌外面積3300ヘクタール。現在では、発電用とも担っている。用水に後に増設された北陸電力上滝、発電所を取水口とし、大川寺公園のある、丘陵地下を水道で通り抜け、富山地方鉄道上滝線の大川寺駅脇で、再び地上に現れ、富山県道15号線の下を潜り、上岩寺川及び、 富山県道174号線と並走する。大川寺駅前には、用水改作を記念した水神社が祀られ、河川沿道には桜並木が整備された、常世用水プロムナード、殿様林緑地公園、富山霊園、西の晩霊園、上岸寺川第二、第三発電所などがあり、常世用水土地改良区で分岐し、一方は、上岸寺川へと戻り、もう一方は、 流れすぎ上水場を経て、富山の島市街地を流れる赤江川に注ぐ。特に常西洋水プロムナードには、富山市がエネルギー効率改善都市に選定されるきっかけの一つとなった水車によるマイクロ水力発電所がある。ありがとうございます。